予定からだいぶずれてしまったので、まあ今週と来週で最後の2回説明の方をやりたいと思います。それで、ノートがあまりアップされてないというふうに言ったんですけど、今週と来週はですね、今日配ったプリントの方、必要があれば書き込みをするということで、ノートは取る必要がありません。その代わり話をじっくり聞いてくださいということです。ですね、プリントの方をちょっと見てください。中小絵画の構造理解っていうふうにしておきましたけど、一応、最初に配ったプリントが8回目になっていて、それがこれが9回に続くっていうふうになってるんですが、ちょっとこの資料そのものがですね、前回のものとちょっと修正した部分とかが混ざってるので分かりづらいところがちょっとあるかもしれないけど、そこは我慢してほしいと思います。1ページ目、それで大きなミスがありまして、美術における総的構造ってでかい字であるんですけどもね、これが絵画でした。美術っていう範囲まで広めてしまうとちょっとおかしくなるので、絵画における総的構造というふうにとりあえずそこは直しておいてほしいなと思います。あとはですね、2週間にわたってこの中身をですね、説明をしていきたいと思っています。そしてそれを踏まえて作品分析のレポートを書いてもらうという、そういうことになりますから、一応そのための知識を詰め込むという、まあ、理解するというか、で今日これからお話をしますけれども、とりあえずはですね、半分ぐらい理解できればいいかなと思います。全部理解しようと思ってもちょっとこちらも説明がね、十分できないところがあったりします。ですから今日もまあビデオを撮っておきますけれども、また暇があった時にですね、話した中身と資料を見比べながらもう一回話を聞いてもらえば、残りの部分が何割かがリカバーできるかもしれないなって思いますね。はい、それでは行きたいと思いますが、抽象絵画の構造理解というふうにしておきまして、右側に、まあ代表的なですね、作家の雰囲気が分かるような画像を置いておきました。これらはいずれもですね、ここに人がいるようにですね、これはまあ4メーター近くある幅ですね。これは小さい90センチぐらいですけど、それ以外のものってのは非常に巨大です。幅が2メーターとか、大きな作品なんですね。そこにこういうようなですね、まあ絵の具で描いた絵っていうことになりますけどもね、それが飾られていると。でそこで作品を見た時にですね、どういうふうにそれを見たらいいのか、そしてそれをどう説明したらいいんだろうかというようなことについて、これからお話をしたいと思っているわけですね。いかにこれらの作品を見るのか、いかに説明ができるのかということですね。8のところがですね、見ること感じることっていうふうなタイトルになっていますよね。前回以前配ったプリントの方です。で、今日最初にお話しするのはですね、これあたりになります。抽象絵画の背後にあるものは何か、見えてるところのめくってみて裏側に何があるのっていうのを考えてほしいということがあります。それから絵画の楽天、楽天じゃないですかね、絵画の楽天、音楽でいうところの楽天っていうのが文法みたいなのありますよね。絵画における楽天に相当するものっていうのはおそらくないんですけれども、そういうのも必要なんじゃないですかねっていう。絵画における総的構造、これが美術になっちゃってた。で、抽象絵画の仕組みっていうあたりはとりあえず説明したいと思います。それからですね、メルロポンティという哲学者です。フランスの哲学者ですけれども、見えるものと見えないものっていう一冊の本出しています。美術書房っていう、これは結構高い本なんですけどね、学術書ですけども、メルロポンティという哲学者はですね、非常に難しいことを言うんですけども、どっちかっていうとね、美術関係、絵画とか美術に関係することをテーマに扱っているものが結構あったりするんですよね。だからね、読んでいくとね、哲学書だからこんなもん読めないだろうなと思うんですけど、
セザンヌの絵について言ったりですね、あのマネの絵について言ったりですね、あのすごくリアルにね、あの描いてるんですよ。だから図書館にあったりしますから、ぜひちょっと見てみるとですね、あの非常に、こんなことまで哲学者が考えてるのっていうこと、評論家じゃないのっていう、そんな気がすると思いますけど、そういうものもあります。さあって、プリントの最後のところかな、そして押しましたけど、皆さんにやってもらうようなあのレポート、構造分析レポートというふうにあのタイトルしておきましたけども、それの下の方、神の酒、これはおみきっていうのかな、モーリス・ビースの作品、この作品ですけどもね、これについて書いた学生のレポートなんです。ちょっとこちら見てください。これは去年の学生かな、書いて、一昨年か書いてくれたものです。大きさが分かると思います。これ東京の国立近代美術館に収蔵されているあのルイスの作品としてはもうちょっとこう面白くないなという気がしますけれども、まあ、一種特徴が出ている作品です。学生がどんなことを書いているか、この作品に対してですね、ふわふわと浮かぶような、それで生きて安定感のある不思議な感覚にさせられる絵画だ、重さが上にある、重さが上にある、それから、キャンバスの端ギリギリでピタッと絵の具が止まっているわけですね。端に接するわけではなく、キャンバスの端っこ上の辺ですよね、接するわけではなく微妙な隙間が実は空いてるんですよ。ちょっと空いてる画面に緊張感が生まれている。それから色帯は縦長の画面に対して、あ、横長の画面に対して縦に配置する。そして垂直的な要素、垂直的な要素がある。で、やや傾斜がある。あまり重さを感じさせない。それから左右対称の構成に見えるけれどもちょっと違う。これ画面にテンションが生まれている。テンションじゃない、テンションだ。テンションが生まれている。ホメオスタシスの効果によって揺れ動くような心地よい動き、動性を感じる。動きを感じる。で、ルイスの絵の魅力の一つは傾斜なのだ。ロー、人為的な雰囲気を感じさせず、どことかどこか優しい曲線に感じる。絵の具を流すことによってできた自然の曲線によって柔らかな温かみを感じることができるっていうふうに書いてくれました。まあこういうレポートを皆さんに期待しているわけですけどもね、あのもうちょっと長かったんですけど、これは短くしました。いかに見るのか、いかに説明できるのかということの例なんですね。で、ここに赤で引いたような表現、言葉、これらをですね、これから紹介したい。どういうことかということを紹介してきた。で、その言葉の使い方、意味というものを皆さんが活用できるようにすることで、画面を理解したり説明したり、あるいは表現するっていうところにつなげていくことができるだろうなと思っています。ですね、皆さんの家庭の前、7年、これは18年ぐらい前、8年ぐらいの1年生の学生ですね、理財大の基礎っていうので、全員がほとんど受講していたんですけど、1年に入った時に2週間、4校目、5校目使ったかな、を火、水、木、金と2週間使ってやる授業でした。それでですね、私がやった授業っていうのは「ミサイダーニの基礎」っていうタイトルになっていまして、それで材料用具によるアプローチ、ドローイング、そして抽象絵画、その辺のところをですね、水彩絵の具を使って表現する中で、ドローイングとか抽象的な表現というものは一体何かっていうことを理解してもらおうという、そういう中身だったんですね。それで最初にですね、ここにあるようにですね、12センチの正方形、これに、何でもいいから自分で表現してみなさい。絵の具を使ってドローイング的な表現をしてください。ということですね。で、できるだけ他の人がやらないような表現、これはちょっと珍しいだろう、これでどうだっていうようなことを試してくださいっていうふうに言ったんですね。でもっと入れて、これで、まあ、大体3時間ぐらい時間があるんですけど、5種類できたら終わりにして帰っていいからねって言うとね、いや、って一緒にやってくるわけですよ。5枚6枚持ってきてですね、
これつまんないの、ボツ。これもダメだね。面白くないよ。で言うと、1枚だけ OK だね。ちょっとあと4枚、これ一生懸命またやって持ってくるというような形でね、貼っていくわけです。何をやろうとしたのかってキーワードを書いておくと。で、ポストイットでペタッと貼っておくというところです。人によってはなかなかできない人とかですね、これからバンバンできちゃう人とかもいるわけです。これは試作です。だから試しにこんなことやりました。で、それをね、1日2日やりまして、それから今度はね、じゃあ、四つ切りの画用紙を使って、それを拡大した形で作品のようにしましょう。ただし、その時に小学生みたいにね、画用紙全部を使ってはみ出すような形にしちゃうと、なんかこう、わけわかんないから、マスキングテープ貼って、額縁代わりに白いところを作ります。その中だけをイメージとしてきっちりと作業しましょう。そうすると引き締まるからね。そういう形で作業をしてみたんですね。もうこれ毎年やってきたんですけれども、こんな感じでですね、だいたい25人から30人の授業ですけども、これは大きな合同実習室でしたっけ、そこを全部使ってですね、テーブルでもできるようにしたし、床でも垂らしたりなんかできるようにするっていう形で、1人3枚、3枚描くということをやったんですね。まあ、結構大きな作品に結果的になってるんですけど、でできたものがだいたいこんな感じです。大きさとしては分かりますよね。先ほどぐらいだとこのぐらいですよ。このぐらいの大きさです。結構あります。で、20人いたらですね、全く同じものを表現する人はいないわけですから、みんなバラバラなんですよ。これ同じ時です。同じ時にやった3、10人ですね、みんなとってもいいものを作るんですよ。すごくね、あ、面白いねとかね、これちょっと暗いけれどもね、これはなんか味があるじゃないとかね、いろんな技術、これどうやってやったのとかね、これなんかもね、不思議な感じでね、やったり、みんなね、とっても素敵なものをね、数日のうちに作っちゃうわけですよ。だからね、これ最終的にですね、みんなで評価しましょうって言ってシール貼るんですよね。シールいっぱい行く人と、それから誰も評価しない人とかっていうのが出てくるんですけど、まあ、そうやって、初めて絵の具で抽象的な表現やりましたっていう人たちばっかりでしたけど、このぐらいまで行っちゃうんですよ、感覚的にね。でね、どうして自分がこういう表現ができたのか私わからない。みんなそうなんですよ。なんでこうなったのかよくわかんないんだけど、面白いなと思ってこうやりました、ちょっとここ工夫したけどっていう、そんな感じでやるんですよね。わからなくても書けてしまう。皆さんがやっても多分そうだと思う。分からなくても何かこうごちゃごちゃやってるうちにですね、これらしいものはね、できてしまうんですよ、ね、で、ああこれだけね、おしゃれなものができるんだったら、じゃあ今1年生ですよ、2年生、3年生、楽しみだね、どんなことができるかねと思ってると続かないんですよ。もうやんないんですよ。もういい、あれはあれでも、やっぱり私は具象で人物とか描きたい、やっぱり私漫画描いてる方がいい、そういうふうにですね、描けるんだけど、描けちゃうんだけど続かないんです。なぜだろうっていうことですよね。まあ結果的に言うとですね、ある程度具体的具象画をですね、もう飽きるまで、あるいは限界が自分に感じられるまでやった人でないと抽象には乗り換えられないっていうかな、そういうところはあるんですけど、ただ問題にしてるのはですね、できるんだけども、なぜこれができたかよくわからんというのが一番の大きな問題かなと思うわけですよ。色や形を感じて楽しんでやってくださいねっていうふうにやってるわけですけど、その背後にですね、何があるのかっていうものは実はやっても分かってないんですよ。それでね、そこの部分が分からないことには続かないし、理解もできないかもしれないなということで、それからどうするか、その先どうするかということを考えましょうというのが、今日の中身なんですね。で、背後に何があるかを考えるときに、音楽の楽天相当がいるのではというふうに私は考えました。楽天というとですね、まあいわゆるここに来た学生たちも1年生の時には徹底的にやると思うんですけど、はい、楽天、音楽理論の基礎っていうものです。楽天とはどういうものですかっていう質問に対してですね、音名、
譜表、リズム、表紙、音程、音階、和音などの音楽理論が説明してある本のことです。楽器を演奏したり譜面を読み書きする最低限の知識、譜面ですよね。まあ、ピアノやる人はみんな読めるわけですけど、5000譜、音符の種類、表紙、音楽記号、音階、音程、和音っていういわゆるルールです。音楽を奏でるためのルールが、まあ、ここに詰まってるわけですよね。そしてそれが読めないと、楽器を演奏するまでいかないわけですよね。で、音楽には楽典があります。まずそれを理解するというのが楽譜を読むということになりますし、楽器を弾くっていうところにつながっていくということになりますね。美術にはそれに相当するものがあるんだろうかといったときに、構図っていうのはあるよね。それから平面構成の構成理論みたいなものがちょっとそういうのがありますよね。でもね、ガチッとしたこれとこれをね、これだけ分を理解すると、まず楽典に当たるような基礎を習得したことになるのかなっていうようなものが多分ないんですよ。したがって美術には楽典に代わる美典って呼んでいいのかよく分かりませんけどね、がいるのではないだろうかと。これらのここがないとですね、抽象絵画っていうものはその、読めないだろうというふうに思います。で、まあ、音楽と美術はですね、芸術ということである程度共通した感情表現とかっていうところがあるよっていうのは皆さんもご存知だろうと思いますよね。そこちょっと振り返ってみたいんですけど、君が代です。まあ、いろいろと君が代問題っていうのがありましてね、学校の先生が歌わないとかなんか処分されるとかなんかありますよね。まあ、それも問題としてあるんですが、これ、ね、音符が、音符じゃないじゃん、歌が入ってます。君が代はありますね。天皇の治める世は果てしなく長い、長く 千年も、一様に八千代にて千年も八千年も続くと。細かな石が大きな岩になって、さざれ石っていうのはこれです。ちっちゃな石のかけらみたいなものが大きな石に取り込まれている大きなことさざれ石ですね。それにさらに苔が生えるほど長くずっと続きますようにというのが歌詞ですよね。この歌詞は、陸軍元帥大山巌っていう人がですね、古歌、日本の昔の和歌から選んだということ、これが歌詞です。それに音符をつけたの作曲者ですね。メロディーは奥さんという人ですね。雅楽師が作曲したんですけども、でも事情があって上司の林さんの名前で発表されたと。なんとんど事情がよく分かんないんですけど、そういう代物です。ここで何を言いたいかっていうと、ここは歌詞付きです。そして、オリンピックの時なんかにね、メロディーだけが流れますよね。歌う時とメロディーとメロディーだけの時、それを考えてみた時に、角野さん映ってるよね、この歌手誰でしょう。昭和の演歌の代表者、女性で、はい、美空ひばりです。よくわかりました。美沢明美、美空ひばりです。美空ひばりはやっぱりうまいね、うまいね、ちょっとしょうがない。昔ね、私のね、田舎、地元の田舎にね、美空ひばりが来たことあったんですよ。ね、新城体育館という体育館のところでね、美空ひばりが歌ったんですよ。でね、美空ひばりね、聴衆に向かって、ね、怒ったの。私の声はこんなスピーカーで出るような声じゃありませんって言って怒った。まあ、日本中いろいろ回ってたんでしょうけれども、でもやっぱりこの人の歌はうまいと思いました。で、歌詞があるわけですよ。そしてこの歌詞というものは演歌ですね。演歌には歌詞が、歌がついてるでしょ。寂しいとか悲しいとか苦しいとかっていうのはあるじゃないですか。その言葉によって私たちはその意味というものをまず捕まえるし、そしてメロディーがそれ合致して伝わってくるっていうのが、それが演歌ですよね。それに対してね、ジャズの方は歌はありません。楽器だけです。で、楽譜がない場合もあるし、セッションジャムセッションみたいな形で掛け合いで即興的にやっていったりすることがあったりしますよね。だいぶ同じ音楽といわれるジャンルの中でも相当違うジャンルになるわけです。それでジャズの方はですね、音だけです。歌詞はありません。ですから意味は
ないと思っていいんじゃないですか。それはカンディンスキーのこの抽象絵画によく似てる。抽象絵画というものは、具体的なものは描かれてませんので、その意味そのものがよく分かんないんですよ、ね、感覚だけは伝わってきます。音がジャズの音が感覚的に聞こえるように、カンディンスキーのこの抽象画というものも私たちには感覚的に伝わってくるということだと思うんですね。それに対して美空ひばりの歌はですね、その意味を持っているわけですよ。意味を伝えようとしている、これはラファエロのねマドンナですけども、それぞれの役割があって意味を伝えようとしているんですね。だから言葉のある演歌が具象絵画であり、ジャズのような、楽器だけで響いてくるような音、それが抽象絵画であるという、その違いというものを感じることができると思うんですよ。で、具象絵画というものは今言いましたように、表面の見えているものを理解しようと思うと、そこから意味が生じてきます。まず意味というものを読み取ろうとするのが私たちの習慣です。この絵は何を言いたいんだろうか、作者は、どういう気持ちで描いたんだろうかという、この意味ですよ。ですよね。で、抽象絵画というものはこれがないと。ここの部分、表面見えるものの意味がないということになったら、はい、これなし。じゃあ残るものは何か。残るものが背後にあるものです。絵の具の背後にあるもの。そうしたときに私たちのジャズと同じように感覚が残るだろう、感覚が生じているんだろうということになると思うんです。それは見えないものである、見えてないんですよ、感じているものですね。バランスの感覚であったり、色彩の感覚であったり、感覚というものが私の心の中に生じるわけですよね。感じること、感じるということは、これは人間の心理です。そして後で言いますが、ゲシュタルトということになって、でこの感覚的に理解している、あるいは感じているという、その見えないもの、これらをですね、造形性っていうことが言えると思います。造形性って何ですかと言われた時にね、なかなか答えにくいんですよ。造形性って、もうないつもこう意識はしてるんだけども、どう言っていいかわからないということがあると思いますけど、それはこういう感覚的な中身のものですよね。ですからうまく言えないんですけど、でもそれが実は楽天に相当するものだろうと思います。楽天に相当するのが造形性なんだろうなって思いますね。